パン工社長、本日5歳の誕生日です。今ね、何嫌なの？巨人酔っ払ってます。今あの、ドッグラン併設のレストランでね、ワイン3時間、飲み放題1000円だったんでね、しっこたま飲んできました。歌います。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアパン粉社長、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうパン粉です。じゃあパン粉歌おうね。パン粉はご飯をハムハム食べるよ、ティッシュもズボンもハムハムかじるよ、なんでもかんでもハムハムしちゃうよ、ハムハムするだけで一日がパン粉は愛しいのです。歌ってくれるのです。パン粉の顔の形はほぼ人間だから、だから犬用の食器だと都合が悪いみたい、みたい鼻ペチャだから、お椀の中で溺れてゲホゲホ、ゲホゲホ、だからだからパン粉はパン粉は可愛いのです、のです。パン粉の弟が我が家に来ました、来ました。捨て子なのに顔明るくて涙が出ました、出ました。侍みたいに目にも止まらぬ速さで、走り回りながら切り裂くおしっこ、おしっこ、名字は半字で、名前も半字ろ、半字ろ、名字は半字で、名前は半次郎。半次郎。いや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 、ごめんな、酔っ払い途中でな。だから、だからパン粉は、パン粉は可愛いのです。のです。だから、だからパン粉は、パン粉は愛しいのです。2019年7月21日、パン粉ちゃん5歳の誕生日です。パン粉です、本人です。パン粉です、本人です。じゃあね。ありがとうね、パン粉ちゃん。そんなことよりプリンをよこせと。プリンよこせと。プリンあげませんね、いっぱい食べちゃう、お肉食べちゃう、美味しいの。